皆さんこんにちは、こんばんは。いつもは柏には負けられないでアシスタント MC をやっています、リーです。はい、今回も番外編動画やっていきたいと思います。題して2022年 J2 移籍市場。はい、こちらの動画やっていきたいと思います。まあ2021年シーズンが終わってからのオフシーズン、まあ J2 に所属します22チームがどういうオフシーズンを過ごしたのか、まあどういう補強を繰り広げてきたのかというのをまとめていく、そんな動画となっております。まあ今回扱う2チームはこちらの2チームです。ブラウブリッツ秋田さんと横浜 FC さんと、まあ青が入るそんな2チームとなっておりますね。まあ結構大規模な補強を繰り広げた横浜 FC、 そしてまあちょっと小規模補強といったところで、まあ人数的に見たら小規模な補強を繰り広げたかなというブラウブリッツ秋田と、まあこちらもね2チーム結構置かれている状況であったり財政面であったり、だいぶね結構対照的な2チームかなということで、まあひとまとめに見ていきたいと思います。ではまずはブラウブリッツ秋田さんから見ていきたいと思います。はい、まあ去年の2021年初の J2 挑戦といったところで、まあしっかりとね J2 戦い抜いて、まあ13位と、まあ前半戦かなり躍進したんですが、後半戦ちょっと失速してしまったといったところで13位に落ち着いてしまったんですけど、結構 J2 のサポーターからしたら強めのインパクトを残していた、そんなチームになるんじゃないでしょうか。まあ2年目の2022年どうなるのかということで、結構オフシーズンも注目だったのかなと思うんですが、まあこちら見ていただけたらわかる通り、左側に加入選手、右側にまあ放出選手を書いております。まあこちらのね表記に関してはまあコメント欄の方に詳しくね書いておこうと思うので、そちらをぜひ見ていただけたらと思います。はい、まずはアウトの方、まあ出ていってしまった選手の方からちょっと詳しく見ていこうと思います。はい、まあこちらに関して言ってしまうと、レギュラーメンツ、まあ結構試合に主に出ていたような選手っていうのはあまり出ていくことはなかったかなと、まあそういったところだけでもね結構まあいいオフシーズンを過ごしてたのかなという印象は受けますね。まあ結構移籍先を見てもらえばわかるんですけど、引き抜きっていうのがまあほとんどなかったですね。結構選手によってはまあオフに J1 であったり、まあ J2 の上位チームからなんか移籍してしまうんじゃないかみたいな話が出ていた選手とかもね結構ネット記事レベルとかではあったりしたんでね、まあ特に一番結構名前が出てたのであれば稲葉選手とかがね、まあ背番号23番のミッドフィルダーの選手ですが、まあこちらの選手とかがね、なんか名古屋からオファーが来てるだとか、結構なんか J1 の京都でしたっけね、なんかいろんなチームからオファーが来てるみたいな話もありましたが、残留させられたというところでしっかりとチーム作りはできてるのかな、そんな印象は受けますね。まあ結構ねブラウブリッツ秋田、まあ固定メンツで戦ってきたっていう印象が結構強くってですね、まあなかなか出場機会がまあね加入して1年目から得られなかったような、そんな選手もね含まれているんですが、抜けたところをしっかり補うっていうところで、まあ補強も面白いところかなとも思いますし、まあちょっとなかなかね試合に出れてない選手が多いので、まあちょっと完全移籍っていうところもやむを得ないかなといった選手が多かったかなと。ただまあ結構面白い選手もいるんでね、また這い上がってくるような結構選手も多いんじゃないかなと。はい、そして加入選手、こちらは結構分厚くするそんな補強が多かったかな、そう思いますね。結構他チームでも試合に出ているような選手たちが結構多いですね。ただまあ一言選手のね詳しいところに入る前に思ったのは、フォワードが少ないなという印象は受けたんですが、まあここら辺ね結構秋田のサポーターの方々がどう思っているのかっていうところは結構ちょっと知りたいところではあるんですよね。まあ唯一のフォワード補強がありました青木翔太選手、まあ昨シーズンねザスパク薩群まで背番号10番つけていたような選手ですけど、まあ去年の成績で言ったら、まあ30試合出てるんですけど、まあ得点は3と、まあ結構スタメンで出ていながら、まあ得点力ってところで来シーズンね期待するみたいなところでは、まあちょっと計算しにくいところではあるのかなと。ただ結構ねよく走る選手なので、まあ秋田のスタイルには合ってるかなと、そういったイメージありますね。はい、まあ愛媛から加入がありました。まあ小暮選手とかもね、まあクロスであったりそういったところも上手い選手ですし、この選手もねやっぱり結構サイドバックやったりとか走れる選手なので、こちらも結構秋田的確な補強というか、まあ監督が好きそうな補強かなとも思うので、まあどうフィットしていくのか結構ね注目するところではありますね。まあそして結構センターバック陣、これが面白いですね。この愛媛 FC からまあ池田ジュラト選手、こちらがね僕結構注目で、まあ186センチとデカさもありますし強さもありますしと、まあしっかりね先制したり、まあ引き分けに持ち込む、しっかりとね守りきるみたいなブラウブリッツ秋田さん、まあ前半戦はね特にそういう印象ありましたけど、まあそしてヴァンフォーレ甲府からまあ小柳選手、こちらの選手はまあもう30超えるベテランで
ますけど、結構まあ強い選手がしっかりと入ってきたのかなというところで、なんかディフェンダー陣も面白い補強が多いですよね。まあこのルーキーに関してはね、まあどういった活躍してくれるのかちょっとわからないところでありますが、まあ少ないながら、まあそして結構まあサポーターからしたらネームバリューってところはもしかしたらちょっと薄いかもしれませんが、しっかりと今年をね戦い抜くだけの補強はしてきたのかなと。ただやっぱり気になるところとしては、まあこれはね、他のチームのサポーターのザレ事かもしれないんですが、やっぱりまあかなり革新的なスタイルでまあ躍進していったチームで、後半戦まあ慣れられてしまったのか何のね要因かは分かりませんが、結構失速してしまったというところでね、もうちょっと大きな補強があっても面白かったのかなと思うところでありますが、まあ負けないチームを作り上げてくる監督かなとも思うので、まあ今シーズンちょっと注目したいところではあります。はい、続いて横浜 FC 見ていきましょう。はい、こちらもスライドの文字が小さくなっております。申し訳ありません。ただね、本当に加入する選手も出ていく選手も本当に多かったんですね。まあざっと放出選手見ていくと、まあこちらはかなりねビッグネームというかネームバリューがある選手並びますよね。まあ草野選手、ジャーメイン選手、まあ、松尾選手、瀬古選手、井ノ葉選手、星選手、前島選手、袴田選手、マギーニャ選手、南選手なんていうところで、まあ、本当に他チームに多分レギュラーとして出ていくんだろうなみたいな、そんな選手も多いですよね。まあ、松尾選手であったり瀬古選手に関しては、まあ、引き抜かれて、まあそりゃそうかみたいなところでもありますし、まあ、結構他チームでの活躍っていうところもね期待したいところではありますし、結構抜けていたいなという選手が多いかなという印象ありますね。ただ横浜 SC ちょっと戦力維持もしてきたし、加入選手もかなり面白いんですよねと。はい、まあ、とりあえず大前提としてこの横浜 SC、まあ、どれだけチームにね戦力が抜けちゃうかみたいなところが結構オフシーズンの注目ポイントであったんですが、特に外国人、フェリペ・ビゼウ選手、サウロ・ミレイル選手、クレーベ選手、ガブリエル選手、ブローターセン選手みたいな、もう J2 ではチートなんじゃないかみたいな外国人たちがまあ残ったんですよ。まずその時点で結構きつい中で、ちょっとなんか余剰戦力気味な補強がいっぱいあるんですよ。なんか本当に怖いですよね。まあ特に山下選手、こちらびっくりしましたね。東京ヴェルディから移籍してきましたが、まあまだまだね24歳と、まあ2021年は38試合の7得点と、ルーキーの頃からかなりインパクトはあったんですけど、まあもう一皮二皮向けてほしいな、そんな印象もねあった選手なので、もしかしたらこの移籍っていうのがねいい気分転換というか、まあ新天地でっていうところで面白い補強になったのかもしれません。まあそしてなかなかね最近結果というか、まあ数字がついてきてはいないんですが、小川航基選手、まあ J2 移籍してくるんじゃないかみたいな話はよくありながら、まあこちらね横浜 SC と、ただまあライバルがいっぱいいるということで、こちらねフォワードの争いもとても注目すべきところかなと思いますね。まあ中盤、はい、まあ先ほども言いました瀬古選手であったり松尾選手っていうところが抜けた、これが痛いかなと思っていたんですが、まあ川崎フロンターレから長谷川選手、こちらの補強ありましたね。まあ、J2 ではこちらの選手もねバリバリスタメン張るような選手でしょうというところもありますし、まあ、サイドっていうところも考えたら、まあ、ディフェンス登録ですけど亀川雅史選手、こちらも結構ビファーレンでは、まあ、ウィングみたいなポジションでプレーしていたこともあったと思うんで、結構こちらの選手も攻撃的な面では面白い補強になったのかなとも思いますし、まあ、ハイネル選手2021年ね広島では結構サイドだけじゃなくボランチとかでのね起用もあったので、まあ、横浜 FC ではどういった起用されるのかなっていうところも注目でありますし、まあ、山下選手に関しても小川選手とかハイネル選手みたいなところはどこで使っても面白いのかなみたいな、そういったね補強もありますんで、まあ、結構監督のこちらもね横浜 FC いろいろ体制変わりましたけど手腕の見せ所かなとちょっと注目ポイントでありますね。まあ、ディフェンスも、まあ、サイドを中心に前島選手とか袴田選手、マギニョ選手みたいなのが抜けてしまった中で、まあ、中村選手とか伊坂善員選手、こちらもね J2 に来るのちょっと驚きましたね。まあ、川崎フロンターレに関してはカップ戦とかも控えてるんで、まあ、まだまだいるかなと思ったんですが、まあ、そして和田拓也選手みたいなベテランも入りましたので、まあかなり正直 J2 としては分厚いチームかなと。まあもちろんリーグ戦試合数も増えますし、来年ねカップ戦とかもまだまだあるので、まあ人数が多いに越したことはないんでしょうけど、まあなかなかねここがあまりうまく機能しないなみたいなところをすぐにね他の選手で補えるみたいな、そういったチームになっていくんじゃないのかなということで、結構昇格の候補筆頭かなみたいな評価もあっていいんじゃないかなと思うのでね、まあ本当に主力選手抜けてしまって、ちょっとチームのスタイルといいますか、まあ雰囲気が変わるかなみたいなところのちょっと怖いところはありますけど、まあただやっぱり戦力としては十分すぎるかなと
はい、こちらの2チームに関してもなかなかね、いろんな面で対照的な補強を繰り広げてきた、まあそんなチームかと思いますが、まあ秋田に関してはね、正直結構手堅いチーム作りをしてくるチームなので、まあ本当に上に行くのか下に行くのかっていうところが2022年読めないところであります。まあそして横浜 SC さん、こちらに関しては本当に J2 にとってはもう超巨大戦力なのでね、本当に敵チームとして嫌なところではありますが、まあいずれにせよ注目の2チームかと思います。はい、まあ我々まだまだね、こちらの動画も残りチーム多いですから、まあ全てのチームね、ピックアップしていくつもりなので、ぜひね他の動画でもお会いできたら嬉しいです。まあぜひ気になった方がいらっしゃいましたら、いいねボタンとまあチャンネル登録していただけたらとても嬉しいです。ではまた他の動画でお会いできたら嬉しいです。柏には負けられない。Thank you.